見立てがあればこのようにの裏側から紐を出して下から巻いていきます。これは後でまたなぜかっていうことをお伝えします。こうして巻いた後、これが頭にかぶせる方なんですけれども、こうしてこの紐でくるって回してここへ挟み込めば、これでバラバラになることはなくって、これが弓立てがない場合も壁に立てかけて、こうすれば弓立てがなくても収まりがつきます。道場に置いてあったりとかするので、矢はまあ自分で持ってきたり、道場がで弓を張って、それから矢筒からの出し方は全部いっぺんに出してください。このままここからこう出してしまうと羽が折れて破損することが多いので、気をつけて大事なものはこうして取ってください。これは巻きません。でこうして音を立てないように、先ほどの石です、先ほどでもないか、音を立てないように置いてください。で終わった後はやはり一緒です。一旦残ってる矢も出して横にして入れて、このままトンって入れることがないように、今日はこうしててね、そういうことのしないように、大事なものなので、矢がなければ弓がなければ弓引きができないので、大事に扱ってあげてください。